山本文夫は日本のフリーアナウンサー、司会者、タレント、TBS アナウンサーご帰省。愛称は文さんまたは文さん。妻はタレントの山本由美子、東京市小石川区出身、一人っ子。1994年9月に TBS を退職してからは個人事務所のオフィス分に所属していた。1944年、 母方の実家がある島根県に一人で疎開する。父親は開業医だったが、第二次世界大戦中に大日本帝国陸軍へ徴収、招集広島陸軍病院勤務中の1945年8月6日に、被爆して全身に火傷を負った末、15日後に死去した。母親は薬剤師で、父親と死別後、一人息子である山本を連れて、子連れ同士で再婚した。 東京都立九段高等学校を経て、早稲田大学第一文学部国文化を卒業。オリンピックの実況を夢見、スポーツ担当アナウンサーを志し、1957年4月、アナウンサーとして、ラジオ東京に入社。同期入社のアナウンサーには、青柳純一、岡部徹、金坂光春、二村秀夫、麻生雅子、石川智子、大場ゆかり、草間のり子、 佐藤美智子、鈴木芳恵、須藤隆子、前田和子、町田のり子、三好和子がいる。大学の友人から、東京生まれの東京育ちだから、言葉の鉛が何もないので、アナウンサーのテストを受けたらと言われて、ラジオ東京の他に、NHK 等にも内定していたが、結局ラジオ東京に入社した。主に歌謡、演芸、情報番組を担当、念願だった。 スポーツアナウンサーとして活動していた。この間、1967年11月15日に、アナウンサー研修室設置に伴い、チーフアナウンサー、報道局ニュース部専門職部長、報道局編集部専門職部長、県ラジオ局アナウンス室専門職部長、報道総局社会情報局専門職局長、社会情報局理事等を歴任。また、 1976年10月から1987年9月25日までは、テレビの関東ローカルワイドニュース番組、テレポート TBS6 で2代目メインキャスターを担当。関東地方では11年にわたって、TBS 夕方の顔として人気を博した。降板後、ニュース22プライムタイムの司会となった森本竹郎に代わって1987年10月5日からは、 TBS 系列全国ネットのワイドショー、モーニング・アイの2代目総合司会となる。1994年9月に TBS を定年3ヶ月前で退職後はオフィス分を設立して TBS と専属キャスター契約を結び、モーニング・アイの総合司会を引き続き務め、1996年9月27日の番組終了まで9年間にわたって出演し、スペース J、 平日午後の全国ネット製放送番組でも司会を務めていた。九百九十六年十月には完全にフリーとなり、土日の二日間にゴルフコンペを主催したり、昭和九年会のメンバーとしても活動していた。私生活では学校卒業後は家事手伝いとして過ごしていた前妻と九百五十八年のお見合いの末、九百五十九年二月七日に結婚。 国内朝食院が利用する皇居内の式場にて挙式。1997年の元日に前妻を脳拘束で亡くしたが、73歳の時に2008年1月に31歳年し下の由美子と再婚。2008年3月、再婚を機に千葉県鎌ケ谷市へ移住。この再婚が大きな話題になったことから、2008年の新後 流行語大賞受賞式で司会を務めたほか、バラエティ番組やトーク番組にゲストで出演する機会が増えた。ちなみに、ユミコは山本との結婚を機にオフィス分で山本のマネージャーを兼務するようになった。2014年2月26日26分、肺胞出血のため、千葉県の病院で死去。79歳没。前週の19日までユミコと共に、 パーティーの司会をこなしてから21日のシニアに背中や胸の痛みを訴えて入院していた。親しみやすいキャラクター、軽妙な喋り口、柔らかな語り口と人柄からテレポート TBS6 モーニングアイの総合司会を務め人気を博す。73歳での再婚はアサリケータの70歳を上回る芸能界最高齢での再婚として話題になった。 5歳であるユミコとの馴れ初めは TBS 時代に司会を務めていたラジオ番組子供音楽コンクールに彼女の兄が出演していたことによる。やがて山本はユミコの1回目の結婚披露宴でも司会を担当。2007年に前妻を亡くした直後にユミコの離婚を年賀状で知ったことから久々の再会で相談を受けているうちに愛が芽生えたという。なお、山本は 先妻との間に一男を授かりその一男の孫二人もいたが再婚によって由美子の連れ子である二男を養子縁組に再婚後は2009年に新婚さんいらっしゃいの新春特集芸婚さんいらっしゃい2009などの番組に夫婦揃って出演したほか雑誌のインタビューなどで私生活を告白することもあった 2014年2月27日には2009年11月19日から2011年9月29日まで木曜日のコメンテーターを務めていたレギュラー番組、昼帯では、第1部の冒頭で、下記のエピソードや TBS 時代の映像を交えながら、山本の訃報を伝えた。2月28日には、山本家は、神道信者であるため、千葉県鎌ヶ谷市で、 近親者のみで密葬を親式で営まれた。4月13日には、山本は前妻の突然の死を悔やんでいた不死があり、死後も幸せになるならと決めて、前妻の墓に納骨。5月8日には締めっぽいことと葬式が大嫌いで、葬式司会だけは受けてくれないでとよく言っていたことがあり、生涯現役を貫いた山本の姿勢を尊重すべく、弓子の意向で、 さよならは言わないよふみさん、引退式という名の、お別れ会を、東京、赤坂ブリッツで開催。TBS アナウンサー同期の岡部徹、木本の子、TBS アナウンサー後輩の久米広史、生島広史、渡辺真理、TBS の後輩にあたる石井福子、堂本秋子、フリーアナウンサー仲間の徳光和夫、小倉智明、芸能、スポーツ界から関口博史、毒ま虫さんだゆ、 一村正近、中本浩二、小室人志、ボニージャックス、渡嘉敷勝夫、千代の藤光、千代の国権、輝き、桂由美が三列。由美子は引退式の後に山本の仕事を引き継ぐ格好でタレントとして本格的に活動する意向を表明。由美子自身の息子でもある二人の連れ子に対してテレビ業界の仕事をしてほしいと望んでいることも明かした。 アナウンサーとしてのモットーは担当番組のスタッフを大事にすること。口癖は生涯現役、スタッフが作ったものをその通りに伝えることが僕の仕事。ラジオ東京への入社後にスポーツアナウンサーとして卓球、バレーボール、ラグビー、相撲、野球、アイスホッケー、競馬を担当する。野球中継の時、スポンサーの企業名をずっと間違えて言い続けて、 スポンサーを怒らせたことがある。プロ野球公式戦の中継でサイクルヒット達成の瞬間を実況したことがある。達成した選手は第4打席でレフトスタンドに本塁打を放ちサイクルヒットを達成した。しかし山本は第4打席で打球が上がった直後に遊撃手が交代したことから誤ってショートフライと実況。その直後に 左翼手が交代する姿が見えたため、慌ててレフトフライでした。レフト、レフト、ホームラン、サイクルヒット達成です。と訂正したものの、この試合を最後にスポーツ実況の担当を外されたという、早稲田大学及びアナウンサーとしての後輩に、いつみ正隆がいた。いつみは、フジテレビアナウンサー時代の1978年10月2日から、 関東ローカルワイドのニュース番組 FNN ニュースレポート6時30分で初代キャスターに抜擢。抜擢を前に放送時間は異なるもののライバル番組であったテレポート TBS6 キャスターの山本に電話でアドバイスを仰いだ。これに対して山本はできるだけニュースの現場に出ることをいつみに推奨。いつみは ニュースレポート6時30分で山本のアドバイスを実践すると、後継の全国ネットニュース番組でも長きにわたって、メインキャスターを担当した、関東ローカルの報道番組、テレポート TBS6 で11年間キャスターを務めていたが、番組進行が主であり、ニュース言語を読むことは、ほとんどなかった。報道局から領事直や、藤林秀並びがニュースを伝えていた。 情報バラエティ番組の担当が専門だったからである。久米博史、生島博史、小島一慶、渡辺健太郎、石川明、松下健二、林正宏、中村秀明なども TBS アナウンサー時代はニュース原稿を読むことはなかった。1992年10月5日のモーニングアイ放送時間拡大後はニュース原稿を読むようになった。40代までは 一日に40本以上のタバコを吸うほどのヘビースモーカーであったという。しかし、42歳の時に糖尿病を患い、糖尿病から派生した心臓病、排気腫、間質性肺炎も抱えていたが、体質改善の一環で、たもぎだけ茶を愛飲。フリーアナウンサーへの転身後に、たもぎだけ茶と緑茶のブレンドによる、ふみさんの健康抹茶シリーズの開発に携わった。 テレビラジオ、ありがとうございます。